田中さん、高さの男子です。コロナをきっかけに今年の1月に医者になりたいと思い医学部を目指すことにしました。ただ今まで怠けていた分学習の順序がわからず、えー、他の医学部を目指す人よりかなり遅れて劣っています。うちがとても貧乏なので私立と浪人はできません、えー。このままの進路でいいと思いますかまた最近あまり学習量に対して知識は定着しないがて伸び悩んでいて精神的なアドバイスもしていただけたら嬉しいです。 うん、まあ、貧乏だから私立浪人ができませんっていうのはちょっと逃げじゃないかなと思いますけどね。まあ、貧乏なら自分が働きゃいいだけの話で。はい。あの、働いてお金稼ぎながら、あの、学業をした、すればいいわけで。ただ、それに、あの、棚優さんがその頑張りはの量は俺には無理だって思うならやめた方がいいです。はい。あの、貧乏で本当に家にはお金がない。だから、浪人はできない。うん。でも別に金使わなきゃいいだけの話だから、浪人したって。 別にさ、老人、例えばさ、あなたがそれで医者にもならず、普通の仕事始めて、自分の生活やっていくのでギリギリな仕事したって、家庭には何のプラスにもならないわけだから、だったらまだ、あの、自宅にいて、お金を極力使わず、親にも使わせず、あのー、最低限の給料を、あの、稼げるぐらいのアルバイトでもなんかしながら、1日4、5時間でもいいから、で残り20時間をどう,う使って、 医学部の交差を通り抜けるのかっていうことを考えればいいんじゃないですかはい。今足りないんだったら別に現役でなんて多分もう無理だから。うん、交差で今足りねえって思ってたら多分もうそんなの受験したって多分無理だから多分1年2年は浪人しなきゃいけないと思うのでその浪人期間をそういう,うにして過ごすかもしくはもう諦めてあの高望みしないかっていうどちらかの二択だと思うんで まあ俺はでも、ど、あの、学習なんていつでもできるし、あの、うん、どんな目的でもやれや、やるだけ、はい、あの、本気でそこに進みたいんだったらやると思いますんで、うん、まあでも、ご自身が無理だと思った時に諦めるのがいいと思います。はい。勝ちたかったら登録しとけ。